はいどうも、エデポンゲです。天動石シリーズの申し子、エデポンゲです。よろしくお願いします。航空鉄の黒金の天動石ゲット、行きましょう行きましょう。ググりましたググった、ググっちゃった、うん、黒金はここだね。アロイパーク、でここにまたさらなるそのレジアイスじゃなくて、このレジバイクに近しい魔物が手に入るみたいなのでね、いざ挑戦しましょう。レジスチル、レジアイス、はい、うん、国鉄黒金の天動石。うわー、ランク6じゃん。はい、ランク6、あれよりさっきの一番最初のレジバイクより、レジバイクちゃう、レジアクセルだレジバイクってなんだ、レジアクセルより全然難しいんじゃない。ここ稲妻がめっちゃ出てる。おおおお、かっこいい。レジ、いやかっこいい。レジ飛行機、レジユニコーンかな、モードユニコーン。右怪しいけど右関係ないな。まっすぐ、これさ、バイクでバーッて行ってもいい、避けれん避けれんし、逃げる。バイク危ないかな、無理だな、バイクじゃ無理だな、これ避けきれんな、これ死ぬな、またちょ、やめて、もうちょっと今忙しいんだって、そんな、もう今忙しいからやめてくれ、もう逃げ足使おう、逃げ足。あ、これ、あ、ほらほら、もうバカ、もう前が、もうアホ、誰だな、アホ。ジクシーさん、こっちからこうで、ちょうど日が消えるとこを見計らって、こう一回ちょっと、おしよしよしよし、でまた日が来るから続いて、うん、でここちょっと一回空中で待機して、で一気にこっから行く、一気にこっから行く、よしよし、あ、いめめ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 め、怖え、じゃあやめろ、あ、やめて、左からこうぐるっていけばいい、ちょちょちょ、バカ、これ危ない、慎重に慎重に、斜めから侵入する。おしおしおし。消えたら行くよ。おし。よし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 。こっちは倒さんといかんな。倒さんといかん。いけ。こいつのね、なんかゴールドのやつがいるんだけど、それちょっと作りたいんだよな、こいつの。このゾウのやつ。のゴールドバージョン。4倍。もったいないな。4倍がもったいない。もうステータス上がんないよ、マジな。ほんと焦った、さすがに焦った。復活してるし、もう今のはないわ、今のは危ないわ、今のはだってジャンプのさ、ちょ、もう逃げる、こいつ逃げるで切るでしょ、ジャンプの回数が なかったからさ、こうして、よしよしよし、危ねえ危ねえ、こっちでいいの、こっちが正解っぽいな、よし、モモンジャー回避して、ほい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 、ついたくさい、ついたんじゃないの、どうしよう、もうちょいなんだけどな、もう死んだくないぞ、ここ、ダメ、もういける、いける、これいける、よしよし、あ、いけたー、よかった、着いた、耐えた、はい、ゴールキーパー、レジウィング、おお、これ欲しい、これ絶対いいでしょ、これレジウィング、メンバー変えよう、ちょっとダメージがあれだな、よし、マットスミス頼む、イエッ、メタパーニャ、
ざま。いてはっ。はいはいはい。耐えるね耐えるね。雑魚がよ、雑魚がよ。いてはやっぱいてははいるかな。やっぱ必要だよね、いてはは。その戦いにおいて、鉄く波動とか波紋とかね。相手のバフ効果を消すっていうのは大事だもんね。一旦消費してでも相手のバフを消すっていうのは大事。次ぐらいだ。これで毎回テンション下げられれば暴走期間が意味をなさない。バギマーター。ちょっと最近なんかタイミングよく死んでくれないね。読み間違えてるな、相手の強さを。まだか。このマータ系のさ、呪文を得ても欲しい。めっちゃオウム、なんちゅう数、なんちゅう数それ。得てもマータ系欲しいんだけどな。ドルマータとかをこのマットスミスに覚えさせてあげたい。キョボリー待てば暴走期間。ただアンカー打つだろ。アンカーナイスナイスナイス。それは頭がいい、それは頭がいい。それでアンカー打っていてはされてたら本当に本当どついてたよ。うん、よかったねマジか。うん、レジウィングいいねいいねいいね。レジウィング全ガードブレイクがあれなんだね。みんな持ってんだね、ロケスタと。はあ、その全ガードブレイクはやっぱいいよ。うん、つけたい。やっぱ状態異常をさせるモンスターには。ちょっと乗る、乗ろう、乗りたい乗りたい、すぐ乗りたい。これはすぐ乗りたい。ライド。おお、なにこれ、なんか可愛い。速さはまあ速さはないけど、あ、けど若干速いのかな、普通の飛ぶモンスターより。まあ、けど全然なんかいいね、いいねこれ。ちょ、サムネイルこう、サムネイル、サムネイル、いい角度、いい角度。このあー、この角度いいね、この角度。あー、いただきました、ありがとうございます。はい、はい、で今回はレジウィング、黒金の天動石パートでした。はい、はい、どうもエテボンゲです。天動石、天動石シリーズ第17弾、ここはコアの突入口の、上のところです。ここに灼熱、灼熱の天動石があります。以上です。エテポン、こちらからは以上です。確か空飛べる空中ライドを手に入れて、ここ見に来たよね。そういえばあった、ここだ。発見、
星3だったら大したことないね、うん、でどうやらその陥落の霊道の、マスターズロードでどうやらその水中タイプの、そのレジシリーズが手に入るみたいです。いいね、欲しいね。バルザックか鬼コンボか、鬼コンボだ。よし行こう。ズルはできないわけね。すいませんでした。うん、すいません。それはすいませんでした。ガッといけるかなと思ったけど、右側からさ、行ってそのまま一直線に進んでいってやろうと思ったけど、ダメだダメ。ちょ、回復しよう回復。危ない。マンチ。で、これを乗って。どっちだ、どっちだ、左だ。こっち。これあんま速くないね、こいつ、レジウィング。これだってガーゴイルで良くないかってなるよね。下怪しかったけどね、下怪しいけど当たってしまう、もう低い鳥避けにくい、低い鳥もう死ね死ね死ね、もうこれぜアンカー撃とうとしてるな、俺これアンカーのあれだな、タイミングだな、灼熱強っ。まず体しのっとくか、おし、そういうことね、もう先手必勝ってわけね。うわ、右怪しいな、右から。いや、方向的にはけどこっちは、うん、向き的には多分こっちなんで、こっち外れるとなんだろうな、外れるとくさいな、なんか天馬天馬どいて、うわぁ100か、お前もまたテンション100のやつか、違った、おっとおっと、うん、遠のいたな、なんか遠のいたわ、フレイム多い。夜になったから BGM が消えちゃったよ。ん？こっちか？マグマがいる。こっちよ。ん？ん？戻ってきた。え？どういうこと？ちょっとどういうこと？マグマ倒さなきゃいけないのか？倒して下になんかある、下は火が燃えてるような、マグマを倒す、うん、あ、下じゃん、なるほど、ナルフォイ、それはナルフォイだわ、こういうことか、爆弾が早いから、よ爆弾が超早いから、こいつは、あ、これ一回、ここで一回ワンクッション置いて、よし、こうワンクッション置いて、よしよしよし、着いた。へい。鬼コンボ。うん。はい。じゃあ一応音解いとくか。解けなかった。逆ボタンを押してしまった。R と L 間違えた。で、なんかすごいやられた、なんかすごいやられた、で、また音解くの忘れた、何してんの、ちょっと待って、何があったんだ、ちょっと待ってくれ、何、ちょっと、もうもう、これあれだわ、もう、オート戦術の、その落とし穴だわ、もう解除、ボタン押しやすい、R1 ボタンでオートにできる、すごい画期的な楽なあれだけど、こういう肝心な時に解除をするのを忘れてしまうという、オート戦術における非常に、辛いやつ。辛いやつ。ライド。メレ。ザオリック。何があったんだ？ちょっと、詳しく説明してくれ。魔人攻撃かな、鶴舞、なんで一撃っていうかやられたんだ、
謎だ。ちょ、リザをかけよう、リザを。攻撃、魔人攻撃っぽいか。あ、ぽいな。それでいったな、これ多分。タメトラ踊り。あー、なるほどね。タメトラ系、タメトラ系巨大モンスターね。エデが今目指してるやつじゃん。で、命令回復しよう。ベホイマが撃てない。まあリザを撃ったから、まあいい、いいっちゃいいよ。リザ撃ってるし。そうなると、こう変えてタメトラした方がいいよね。相手が、相手もタメトラ系だったら、こっちもタメトラで応戦するしかない。タメトラ、はい。うん、こうやって消し去って、マホトラして、瞑想して、回復して、攻撃簡単。怖いな。うわ、よくよくよく。もう一回カウントいけ。凶暴で、ここで回復一回挟むか。回復挟みたい。あ、もう道具使えんじゃん。道具使おう。道具使っていこう。でも回復、回復アイテム持ってねー。回復アイテム持ってね。チェンジ。ライドは魔人狩りにしよう。で、命令。ベホイミ。はい。瞑想、お前しか、お前しかアタッカーいないんだから、攻撃しちゃってください。お願いします。そこは。ハッスル、どうした？どうした、お前。お前らしくないぞ。何があった、お前。らしさが、お前の魅力をもっとふんだんに出していこう。急にそんな保守的なやつだったか、お前は。違うだろ。お前はいつ何時もろ刃切り、もろ刃切りとか打ってただろ。そうか、わかった。お前あれだな、足手まといがいると弱くなっちゃうタイプだな。殺せ、殺せ。強いね、この敵。この敵意外と強いね、やっぱ。なかなか倒せない。ああ、やばい。ちょっとライドしてたから、ライドしてたからちょっと変更できない。なんか苦戦、すごい苦戦させられてる。なんかやっぱしょっぱなオートミス、しょっぱなのオートミスがもうすごいここまで響いてる。もうそのしょっぱなオートが2倍か通常戦闘かっていう、その選択ミスがもうすごい響いてる、ここに来ても。ただメタル系には弱いみたいだね、こいつ。非常に。道具、世界樹の葉。はい。フバーハ。で、エルフの飲み薬使おう。痛えな。なんだこいつ。アタックカウントとかしとったら勝てんじゃないか、これ。とりあえず道具、エルフ飲み薬、命令、リザをかけたいけど、命令、ハッスル、 OK。
マモキリ今テンション25は消えたか、もうハッスルで消えたか今ので。タメトラー、あーワンタンタメトラ攻撃はやばい、周りにハイテンション、やっぱりこうしとくべきか。じゃあえー、珍しく命令出しちゃったわと思ったらと思ったらマデュラがやっちゃった。もう何こいつら、もう本当に反抗期かこいつら。もう攻撃してほしい時に回復ばっかしてるよこのキラーマジンガは。なかなか苦戦させられたな。なんか煮えきれない戦いだったね今のは。非常に鬼コンボギガパワー、うん、はい、うん、はい。とりあえずねこれで一応マスターズロード、マスターズロードは今現状でいけるのはこんだけ。うん、まあ明日ね、明日2日目のその地下2階のね、グランプリで景品として陥落のレードの、天動石が手に入るからそれで、終わりだね、うん、とりあえず今のところできるのはここまでです。はい、うん、なかなかいいものが手に入ったね、これとこれと、うん、よし OK。よし、じゃあこれでちょっと充電しないと充電ちょっとドライヤー外して、とりあえず、あー危ない、まだモンスターの育成に励もうと思います。はい、今週のね土曜とか日曜にコミュニティ潜れそうだったらね、ほんと潜っちゃいますので、あのツイッターでねまたつぶやきますので、よろしくお願いします。はい、やっぱ休みの日、平日が基本的に休みになるんだけど、エテはね、うん、まあ休日、ミナの休日土日とかにやった方がいいかなと思うので、それの午前中あたりに潜れれば潜ろうと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。